プレイバックガチャとかいうのをやっていこうと思うんですが、多分これのことをプレイ玉を受け取ろう。じゃあやっていきますと、2回だけやり直しできるのかな。俺あんまり真面目にやってないから。じゃあいきます。狙いはマルタさん、マルタさんとか言ってね。なんか出たぞこれ。うん、確定演出来ました。まあ当たり前なんだけどねっていう。ん？俺ね、引いてなさすぎて星読んでも止まるんだよ。なんだ？真面目にやれってね。なんだ？もうくしゃみが出るよ。何このキャラ、大彦かなんかかな。お、ゴエモンじゃん。でもゴエモンはね、正直妥協ラインじゃないよね。ただあれでしょ、俺がこうガチャ失敗するのがみんな見たいんでしょ。だからね、まあゴエモンじゃちょどうかな。長領、ゴエモンは、正直、だから重心化してもこれ強くないよね。じゃあよっしゃ、プレイバックプレイバック、いや、あ、そっか、選べるのか。確定演出来ないな。なんだ、うわー、ちょっとね、また訪れが始まってるね。お、モーツァルト、モーツァルトは、あ、そっか、これじゃあもう一回プレイバックしてモーツァルトを最低限引いておくみたいな。あ、ラーだっけこれ。正直モーツァルトの方が希少価値がないか。でもモーツァルト強いでしょ、単純に。お、アラジン、読んだよ。何これ、何これ、初めて見る。俺がやってなかった頃に出てきたキャラだね。あ、じゃあ、ゴエモンの方はもういらないか。うわぁ、これ強そうって読んでしょ、知ってる。止まるね、止まるね。ん？なんだこれ。なんだこれ。おー、これ引きいいぞ、これ。これはなんか聞いたことあるぞ。じゃあプレイバックね。プレイバック。もう一回いきます。これを、いいの出ろよ、いいの。マルタさーん。ただもう音があれずれまくってんな。音がずれてるのを前提にもう喋っていこうかな。なんという。これね、強く見えるんだけど、とかいうやつだ。まあ、限定の数で決めるんじゃなくてね。限定？ただ、一体でもね、飛び抜けたのが出たらもうそっち行った方がいいから、このゲームは。え？ん？ひど。ん？誰だこれ。ん？悩むな。ちょっとね、調べさせてね、と。
このウンディーネってやつどうなんだろう。モンスト悩むね。どっちがいいのかっていうね。まあ俺今ちょっと喋りでつないでいくんで、プレイバックガチャどっちがいいのかな。このウンディーネってのが超絶当たりだったらこっち行った方がいいんだよね。見てみよう。ただこれ重心下界まで行っちゃってて辛いよなーっていう。ウンディーネってどうなの。ウンディーネ重心下界、8点か、辛いな。となってくるともう下だなこれ。じゃあこっちの10体選びますと。ではでは。